通は革新の連続なんていうようなこともよく言われるけども、まあ、新しいデザイン、他にないもの、そういうものを作るように心がけてとしては、ひな人形、五月人形の商品、まあ、トータルコーディネート、最近ですとデザイナーさんと一緒に取り組みながら商品開発したり、節句品っていうのはどうしても季節問われてしまうので、それ以外で売れるものっていうのを模索して、まあ、招き猫ですとか、あとは決め込みのトレイとかポートフレームとかですね、日常使いできるようなアイテムを、まあ最近ですとデザイナーさんと一緒に取り組みながら商品開発をしたり、場合によってはその実演を行ったりというようなことをしてますね。ピュアモンという世界から日常使いの産品がまた前に出てきてるというのが今日でね、まあ、海外にも行くようになったしね、ちょっと信じられないけどね。まあ、最近本当その東京手仕事というような枠組みで海外行くことはあるんですけども、やっぱり持っていくとですね、まあ第一印象はやっぱりまあ可愛いとか、まあ欲しいというような声がたくさん聞こえてくるんですけれども、あともらった方もですね、やっぱあまり見たことのない商品だというところで、まあお互いがこう嬉しく楽しくなってくれてるっていうのは本当にまあこちらも嬉しい限りかなと思いますね。ちょうど展示してた前のブースの方がですね、興味持って買いには来てくれたんですけども、売り切れてしまった商品を、これなら私買うわよと言ってはくれたものの、まあ、材料が揃ってるわけでもなくてですね、私もそれ自体こうしっかり作り込めるかどうか分かんなかったんですけども、でいざ出来上がった時に本当に感激して涙をこぼしてですね、なんか思いがこう伝わったのかなと思って、まあ、人と人とをつなぐ、まあ、本当に何か思いが伝わるものになってきてるんじゃないかなというふうに感じますよね。まあ、トラディショナルな部分もちろん持ってますけれども、先を見据えた10年20年先の、まあ、新しいデザインを重視してですね、他にないもの、そういうものを作るように心がけています。特に最近は本当色使いですね、結構やっぱその色によって、まあ、好き嫌いも分かれますし、ちょっとした色の加減で、売れる売れないっていうのが結構決まってきたりするので、まあ、そこの色使いですね、私はちょっと気にしながら進めてます。価格はリーズナブルでも出来上がりは本物というものをまあ目指してるんですよ。まあ安心してどれを取ってもらっても遜色のないものを、手前どもの品物でしたら手に入れることができるんじゃないかなというふうにも思ってます。もともとは決め込み人形というのは布を使っているんで、うちの場合は西陣織を多く使ってますけども、もうそれすでに西陣織と京都と江戸とのコラボにはなってるわけなんですね。まあ、最近本当に今イタリアの生地も使ったりもしてるんで、もうイタリアと、まあ、日本ですけども、まあ、そういった国際コラボみたいなものも、まあ、可能である。まあ、そういう面では、まあ、無限に広がっていくかなというふうに思いますね。技術は革新の連続なんていうようなこともよく言われるけども、その技術を利用しながらね、新しいものにチャレンジできる、またその技法についてもね、崩さないというところで受け入れられることはもう間違いないから、まあ、本当に世界の方が決め込みっていうワードをこう出してくるようになったらもう最高かなとは思いますけれども、まあ、本当に知っていくことによってですね、まあ、物が動いていくかなと思うので、もっともっとやっぱ広めていきたいなと思います。決め込みの技術だとか、そういった部分に対するさらなる革新は必要だね。で、それがクリアできればね、もっともっと広がると思いますね。